吉沢和弘は日本の実業家、株式会社 NTT ドコモ相談役、群馬県出身。1955年6月21日に群馬県で生まれる。岩手大学工学部情報工学科で電気システム工学を学んだ後、1979年4月に日本電信電話校舎に入社。 1985年に民営化に伴い日本電信電話に入社。グループ会社の設備投資業務に関わった時期もあるが、主に黎明期からの移動対通信事業に携わった。ショルダー本市場投入時には、吉沢が係長、後に吉沢の一代前の NTT ドコモ社長となる加藤薫が課長として、共に取り組んだ。 NTT 移動通信企画の設立前年より準備室に配属され、1992年に設立とともに移籍。資材部担当部長、経営企画部担当部長などを経て、2007年に執行役員、第二法人営業部部長、2011年に取締役、2012年に常務執行役員に就任。2013年にドコモイノベーションベンチャーズ。 代表取締役社長に就任。2014年に NTT ドコモ代表取締役副社長に就任を経て、2016年に相談役に退いた加藤香織に代わり代表取締役社長に就任。これまで同社では、親会社の日本電信電話から社長が送り込まれるのが慣例で、実質的なプロパーが社長に就任するのは初めてのことである。 2020年に代表取締役社長を退任し、取締役特命担当に就任。2021年に相談役に就任。晴れた日にはジョギングをするのが趣味だと述べる。ザウの名は、失意大前、徳やは善。NTT ドコモ元社長の加藤薫は、吉沢を実直誠実で青年を思わせるくらい若々しい。スポーツマンでもあると評する。 群馬県立前橋高等学校では、サッカー部に在籍し、3年生の時の同級生には、IHI 取締役の大谷博之と、ベガシステム社長の高谷哲也がいる。ありがとうございます。